チンコ動作の千秋です、皆さんここがどこだか分かりますか？そうです、ここはカラオケボックスです、朝仕事が終わってで次の仕事までちょっと時間があるのでカラオケで休憩する、なんだろう、時間を潰すのが私の中でのルーティンなので、今日はその暇つぶしをこうやって動画に撮っておりますそう、なんか前までは満喫とかに行って静かに携帯持ち込んで時間を潰すことが多かったんだけど、やっぱ周りに気を使うのが結構嫌いで、カラオケボックスなら好きな時に歌えるし、こうやってもう寝転がってても何も言われないし、こうやって音とか出しても周りに迷惑をかけないから、カラオケボックスってすげえいいじゃん、個室だしめっちゃいいじゃんってなって、最近は仕事と仕事の間とか結構な頻度で私は招き猫に来ております。招き猫のアプリを取って会員になったから、なんかポイントを集める的な感じでま近くのカラオケじゃなくて近くの招き猫って探して招き猫に来てる。もう今日はねちょっと朝早くてちょっと疲れちゃったから歌わずにちょっと寝よっかなとか思ったんだけど、めちゃめちゃお供えしてくるのねもしかしたらこの声すらお供えしてるのかもしれないんだけど、まあ、ドリンクバーだから。飲み物も飲み放題。ファミレスとか行くと絶対ご飯頼まなきゃいけないし、こうやって寝転がればいいんだけど、カラオケボックスって今ね動画撮ってるからさ、こうやって電気明るくしてるんだけど、もういつもだったらその電気もつけずに、もうほんとこれでやってる感じで、ちょっと歌おうかなって、目で歌入れて TikTok 上げたりしてるのかな。あのカラオケボックスのねちょっと嫌なところは自撮りが漏れない、だから今も絶対漏れないなと思ってるので、なんかすごい大事にしてるなって思ってる自分で。あとねここのね、あの分かる、ギリギリなのよ、ここが浅いんだよね椅子が。なんでこんな浅いんだろう。もっとなんかふかふかで寝転がりやすくしてくれたらもっと伸びると思うんだけど、今日の服はね全部シーン、これシーンで1200円ぐらいで、 T シャツが500円ぐらい、いや800円だったかな、500円ぐらいで、これが200円、全部で1700円シーンってやっぱめちゃめちゃ安いんだよな。2000円以内でワンコーデできてるってすごくないって思って、最近もね、こうやって夜な夜な寝れない時ネットショッピングしております。うわー、こんな規制を上げても怒られないってすげー。今日の動画めっちゃ緩く、まあ、いつも緩いからね、それでもね、ごめんなさい、皆さんコメントとかしてくれて本当にありがとうございます。今日もたくさんのコメントをお待ちしておりますそれでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。